A-23、A-30、バルティモア飛行する、バルティモアマーク、VFW605 号機バルティモアは、アメリカのマーティン社が開発し、主に、イギリス空軍で運用された、軽爆撃機。名称の、バルティモアは、アメリカのメリーランド州最大の都市である、ボルティモア市のことである、メリーランド軽爆撃機の発展型として開発された。 レンドリース法に従い、イギリス空軍などに対応された。イギリス空軍においては、第二次世界大戦後半に地中海方面で活躍した。アメリカ陸軍でも A-23 として採用し、レンドリースに当てようとしたが、フランスの陥落により A-30 として、再度採用し、イギリスへ対応したが、アメリカでは、本機は運用されなかった。本機は、 メリーランドの発展型として、フランス空軍からの要望により開発された。生産1号機は1941年6月に初飛行し、1944年5月まで2575機生産された。しかし、フランス空軍、イギリス空軍は主に地中海方面で、本機を軽爆撃機として使用した。また、イギリスを通じて、 オーストラリアや南アフリカに譲渡された機体もあった。この爆撃機の性能に興味を示したアメリカでは、ごく少数購入して、性能試験を行ったものの、採用はされなかった。A-23 の故障を与えたが、結局陸軍が発注した機体はすべて、イギリスに送られ、アメリカ本国で使用された機体はなかった。本機は、メリーランドの発展型として開発されたことにより、 当初からイギリス空軍の使用に合わせた設計となっていた。メリーランドとの相違点は、エンジンを大幅に強化したことと、胴体を太くして爆弾搭載量を増加させ、胴体内で乗員が前後に自由に行き来することが可能だった。防御武装も強化された。英国における最初の配属部隊は、第223飛行中隊で、その後五個中隊に増設され、 北アフリカ戦線に展開し、ドイツ軍のロンメル軍団の攻撃に活躍した。以後シシリー島攻略やイタリア本土攻撃に参加した。イタリア戦線だけでも合計5000回を超える出撃を行い6000トンを上回る爆弾を投下した。また、イギリス軍の使用に従い11丁の 7.7mm 機銃を備え低空からの地上攻撃も行った。 出展第二次大戦アメリカ軍用機の全貌竹縄当社、勘、ありがとうございます。